こんにちは、くじゅんです。今日の企画はですね、家にあるコスプレ全部着てみたということで、今日はお家にあるコスプレを着ていこうと思うんですけど、前編と後編に分けてやっていきたいと思います。それではやっていこう。はい、ということでエントリーナンバーワンはクリスマスツリーです。これはね、お母さんが手作りで作ってくれたんですけど、クーのお気に入りポイントとしてはボンボンがいっぱいついてるとこだったり、リボンがね、いっぱいついてるところがお気に入りです。どうでしょうか。こんな感じです。はい、ということでエントリーナンバー2、サンタさんです。これね、なんか現代っぽくないですか。こういう赤チェックのところとか可愛くてお気に入りです。今の普通の服っぽいですよね、この感じが。とポンチョみたいなね、感じの形も好きです。あと腕にね、こういうふわふわもついてるところもお気に入りポイントです。エントリーナンバー3、これはですね、めちゃめちゃミニのサンタさんです。ザ女の子って感じの、これでパプリカを歌って踊ってみたの時も着てた衣装です。この後ろのこういうマット的な感じもかっこよくてお気に入りポイントです。でね、腕のね、こういうサンタさんもついてたのも可愛くていいですよね。はい、エントリーナンバー4、トナカイです。これもともとね、ここだけだったんですけど、お母さんがね、この襟も出てくれてあったかくていい感じです。はい、頭のね、トナカイの角もねあって、ここにリボン、こっちかな、リボンもついてるのも好きです。外れてました。ということでエントリーナンバー5番目、サンタさんです。足のリボンとファーがついてるところもお気に入りポイントです。このね、小物とかがすごいね可愛くてとってもお気に入りです。前編はこんな感じでございます。後編もお楽しみに。何やったかな、ちょっと待ってな、思い出した。評価、チャンネル登録、ツイッター、インスタグラム、サブチャン、くるみチャンネル、その他のチャンネルもチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。